董卓に朝鮮を奪われて以来、呂布はうつうつと過ごしていたが、ある時宮中の宝義亭で朝鮮に出会った。呂布の姿を見るや朝鮮はハラハラと涙を流した。たまらず呂布は駆け寄り朝鮮を抱きしめる。お会いしとうございました。あのような鬼畜の手にかかり、もはや生きる望みもありませんでしたが、ただ最後に一目呂布様にお会いしたかった。これで思い残すことはございません。言うや池に身を投げようとする朝鮮を呂布は慌てて引き止めた。待て、お前を死なせてなどなるものか。呂布様と結ばれる望みがない以上、私は生きていても意味がありません。それは俺とて同じ。お前を二度と離すものか。けれど董卓がいる限り、私たちが結ばれることはありません。そうだ、董卓、あいつはこの俺が。この俺が董卓を撃つ。まことでございますか。本当に私をあのけだものから救い出してくださるのですね。必ずだ。約束しよう、朝鮮。あと少し待っていてくれ。呂布様。呂布と朝鮮の密会を目撃した董卓は激怒。呂布を罰さんと腹心李寿を呼びつけた。あの裏切り者めが、わしの女に手を出したからには生かしておける。お待ちくだされ。呂布殿は天下無双の猛将、一介の女子と引き換えにはできませぬ。ぜえ、もっともではある。呂布めの罪は不問にしておくから、お前がうまくなだめておけ。 いえ、ここは度量の広さを示すためにも、朝鮮を呂布殿にお与えください。さすれば呂布殿もさらなる忠誠を。たわけたことを抜かすな。貴様は己の妻を人にくれてやるのか。次に申してみよう。お前とて切り捨てるぞ。我らは女一人の手にかかって滅びるのか。間もなく検定から董卓に禅譲するとの知らせが入る。喜び勇んで宮城に向かった董卓だったが、わずかな友を連れて宮門をくぐった董卓。しかしそこでは武装した兵が待ち受けていた。なんじゃ。剣を持っておるとは何事か。約束、覚悟いたせ。無本じゃ。呂布よ、何をしてある。賊どもを討ち取れ。受けたまった。国賊、覚悟せよ。董卓の命令に呂布が宝天瓦戟を振り下ろす。バカな、このわしが、この打剣め。約束、董卓はこの手で討ち取った。みんな勝ちどきをあげよう。王院様、これでようやく。ああ、朝鮮、よくやってくれた。これで官室は救われる。董卓死す。官の世を覆う暗雲はこれで晴れたかと思われたが、
トータク死す。呂布は直ちに朝鮮を妻に迎え、王院は官室の最高に乗り出した。しかし、トータク残党の逆襲は凄まじく、王院は討ち取られ、呂布もまた長安を落ち延びる結果となった。いや、ダメだ。仮にも董卓とは不死の間柄、それを討つことはさすがにできぬ。朝鮮をもってしても董卓と呂布の仲を裂くには至らず、王院の計画は失敗に終わった。